連合会長の構図です。日本、またアジア太平洋地域の労働者を代表し、発言の機会をいただいたことに感謝をいたします。そして、ガイライダー事務局長をはじめ、ILO 事務局の精力的な取り組みと情報発信にも心から敬意を表します。まず、この未曾有の危機に際し、日々奮闘している世界のすべての働く仲間、 そして政府、使用者の皆さんに心からエールを送りたいと思います。共に頑張りましょう。そして世界の政労使の一致結束を改めて訴えたいと思います。さて、この新型コロナウイルス感染症の脅威とそこから突きつけられている厳しい現実を前に、私は 率直な疑問をを持たざるを得ません世界はこの間10年前の世界金融危機から得た教訓を忘れてしまっていたのではないでしょうか持続可能で包摂的な経済社会の実現に向けた公約は果たされないまま今日を迎えてしまったのです同じ過ちを繰り返してはなりません今度こそ 根本的な政策転換と社会の構造改革が必要です連合はすべての働く人生活者の命仕事生活を守るための取り組みを強力に進めていますそしてそれは ILO が世界に広く定着をさせてきた生老死による社会対話を通じた営みによってこそ実現できるものです 連合は日本全国で労働相談活動を展開をしています。寄せられる悲痛な声を通じ、いかに現在のセーフティーネットが脆弱か、そしていかに弱い立場にある方々が深刻な打撃を受けているかを改めて痛感をしています。そして職場に労働組合が存在するからこそ生まれる 集団的労使関係の機能の重要性を改めて痛切に感じていますそのような中一部の国において労働組合や労働者の基本的権利を弱体化させる動きがあることに懸念を抱かざるを得ません人権・労働組合権はすべての国で保護され尊重されなければならない普遍的な権利です こうした権利を侵害する動きに対しては、世界が一致結束して反対の声を上げていかなければなりません。連合は昨年、発足30周年を契機に新たなビジョン、働くことを軸とする安心社会、守る、つなぐ、作り出すを策定しました。そこで掲げた私たちの目指す社会を実現していく取り組みは、 ILO が提唱する人間中心のアプローチを追求していくこととまさに気をいつにするものです。危機を克服しコロナ後の社会を創造していく道のりは容易なものではありません。厳しい現実と格闘しながらも希望を持ち続けなければなりません。我々の未来を より明るいものに変えることができるのは私たち自身の意思と行動であることを強調したいと思います。連合はさまざまな課題を解決するために社会対話の枠組みを一層強化し包摂的で人間中心の持続可能な社会働くことを軸とする安心社会を実現するために 最大限の努力をしていきます。共に頑張りましょう